散歩でもしねえか。歩きながら俺がここに来た理由を説明するぜ。戦えるのをずっと楽しみにしてたんだ。ジェパードさん以上に挑む価値のある人なんて上層部のどこを探しても見つかっ光栄だ。僕も噂の鉄腕のルカとは一度手合わせしてみたいと思っていたんだ。俺はおしゃべりが得意じゃねえが、ラッキーなことに俺らは戦士だ。言葉で心を通わせ必要なんてねえよな。ああ、その通りだルカ。勝利を渇望する君の思いをその拳で僕に伝えてみろ。無駄な抵抗だ。よそ見するな。孫悟の胸元に負けたよ。シェパードさんの方が一枚上手だった。ルカ、君は力も技も申し分ない。だが勝敗を気にしすぎている。それではかえって本当の実力を発揮できないぞ。え、でも勝敗にこだわらないんだったら俺は何のためにここに立ってるんだ。それは君が自分で考えないといけないことだ。僕の個人的な経験から言うと、心の声というのは本来とても騒がしいものだ。安全で快適な場所なら特に。だからこそ心の中にある重要な声は苦痛や不安、危険が伴う状況でしか聞こえてこない。だから君は慣れ親しんだ故郷を離れ異郷の地であるラフに行けば何か答えを見つけられるかもしれないな。ちょっと待ってくれ。俺がラフに行くだって、勝ったのはジェパードさんだろ。正直なところ僕は仕事を放ってベロブルグを離れるわけにはいかない。今回この大会に来たのは君に異性の強敵たちと渡り合える力があるか確かめるためだったんだ。そして今君の力を認めよう。君は僕よりも若く、そして明るい。それはベロブルグの代表として僕よりふさわしい資質だと思う。それと忘れないでほしい、我々が演武典礼に参加するのはヤリーロ6を銀河の各所に喧伝するためだということ。ルカ、先週ラフの演武典礼に出場する資格を君に譲るよ。ジェパードさん、情けは無用だ。チャンスは自分の力で正々堂々と掴み取らないといけねえ。誤解しているようだが、これは情けではない、君への貸しだ。そしてそれを演武典礼の勝利に変えて返してもらう。ここに宣言する。ベロブルグの代表として選手同盟ラフへ行き、演武典礼に出場する選手はルカ。分かったよ、ジェパードさん。罰の悪そうな顔をするな。君なら大丈夫だ。さあ、クリフォト城へ大守護者様に会いに行こう。はじめまして、ルカ。ブローニャ様、
はじめまして。すみません、仮装嘘だしで礼儀ってもよく分かってなくて。大丈夫、そう堅苦しくしないで。それよりあなたはこれから行くラフについてまだ何も知らないでしょ。この機会に少し話しましょうか。ずっと気にはなってたんです。ヤリイロ6は外の世界とのつながりを戻したとは言っても、付き合いがあったのはカンパニーだけだった。なのになんで急にラフの格闘大会に出場することになったんですか？少し前にベロブルグの青函通信基地局が再稼働して、私たちは信号に大きな歪みのある招待状を受け取った。先週ラフはヤリイロ6の戦士たちを演武典礼にご招待いたします。あなた方のご参加を心よりお待ちしておりますと。銀河はとっくに俺らヤリイロ6のことを忘れてるってカンパニーが言ってたじゃないですか。それなのになんで先週はヤリイロ6みたいな名前も知られていない星に招待状を？これは推測ですが、カンパが到来する前にこの星は多くの世界と接触していたからかもしれません。ルカさん、イゴール・ハフトの話を聞いたことはありますか？あの伝説の戦士のことか。もちろん知ってるぜ。第八鉄軍を率いて宇宙から来た侵略者たち相手に勇敢に戦ったって話は何回聞いたって飽きないさ。その彼です。カンパが収まった後、リンタンリンクスは古代都市マスリニツァの遺跡を探索していました。そして数ヶ月前、彼女はその探索の中で共同墓地から離れたところにお墓があるのを見つけたのです。ですがお墓の中にご遺体はなく、あったのは機械の腕と壊れた宝石のペンダントだけでした。カンパニーによれば、その機械の腕は旧世界の技術であり、宝石は玉鳥と呼ばれる先週の道具なんだそうです。玉鳥、聞いたことあるぜ。わかったぞ、リンクスはそれがイゴールの遺品を埋めた墓だって考えてるんだな。そうです。墓標に記された生涯の事跡を読むと、ボクサーだったイゴール・ハフトがレギオンの侵攻前にヤリイロ6を去っていたこと、しかし後に故郷に戻りレギオンの侵攻に抵抗する戦いに加わったことが書かれています。そこまでは明らかになったのですが、彼がヤリイロ6を去った後に何をしていたのか、そしてなぜ戻ってきたのかは誰にも分かりません。もしかしたらイゴールは泉州に行ってて、それで泉州が招待状を送ってきたとか。それどころか演武典礼に出場していた可能性すらあります。泉州人の寿命はとても長いので、彼らにとってはさほど昔の出来事ではないでしょうし。手短に話しましょう。先週同盟が私たちを今回の演武典礼に招待した理由が何であれ、ベロブルグにとって非常に大きな意味を持つことになる。それは私たちのことをレギオンとカンパの中で強く生き抜いた英雄の国であるということを全銀河に今一度周知させるチャンスになり得る。そしてこれを機に先週同盟とのつながりを少しでも築くことができれば、今後カンパニーを相手にする時の交渉材料を増やせるでしょう。ブローニャ様、俺は学校に行ってないからそんな難しいことはよく分かりませんが、ただベロブルグのために栄誉を勝ち取らないといけないってことだけは分かりました。よく言ってくれた、ありがとうルカ。ああ、それと忘れるところだった、ゼレは今日用事があってここに来られないけど、あなたへの伝言を預かっているの。ジェパードのやつ、全く何を考えてるの？いいルカ、しっかりやんなさいよ。もし負けたらぶっ飛ばすからね。次の日、俺はスターピースカンパニーの輸送艦で先週ラフにやってきて、ブローニャ様は若い世代に世界を見てほしいって
リンクスとフックを同行させたんだが、俺と3人だけじゃ異星の文明と交流する方法が分かんないから、案内役としてスバローグにも同行するよう指示したんだ。だがまさかラフに入るための手続きを天白紙でしてる時にあんなことが起きるなんて思いもしなかったがな。隅々まで確認させていただきました。この招待状は確かにラフから送られたものです。ですが消印を拝見したところ、これは400年以上前のものですね。400年前、そんなバカな。この招待状は間違いなく最近受け取ったばかりなんだぞ。現時点での情報を統合した過程、その招待状は送信過程で遅延が生じ、最近になって通信が回復したため、ようやく私たちの手元に届いたのではないだろうか。おそらくそちらの金人さんのおっしゃった通りでしょう。あなた方が受け取ったのは間違いなく400年遅れて届いた招待状です。ということは俺らが招待されてたわけじゃなかったのか。なんてこった、ただの無駄足だったってことか。ブローニャ様やジェパードさんになんて言えばいいんだ。俺にあんな大きな期待をしてくれてたのに。計算によると、最優先に考慮すべきは感情的な問題ではない。私たちが招待された客でないのであれば、この地での滞在で発生する全ての費用を自己負担しなければならない。計算結果、そのような余裕はない。待ってください、皆さん少し誤解されてます。先週ラフが演舞天霊という武道大会を開催しているのは本当です。それに招待状の有無にかかわらず、申し込めば誰でも試合に出場できます。招待された選手は試験を通過した後すぐに最も盛大な強豪防衛戦に参加して、選手ラフの防衛剣士に挑戦できるんです。ですが一方で、招待を受けていない一般の出場者は予選に参加し、いくつもの難関を突破して勝ち上がらないと強豪防衛戦の演舞台にはたどり着けません。つまりどっちにしても出場選手の最終目標はラフの防衛剣士に挑戦するってことか。その通りです。招待状がなくても同じように演舞天霊に出場できますし、勝利と栄誉を勝ち取るチャンスがあるんです。だがスバローグの言う通りだ。計算結果、俺らは金が足りない。真の友情はお金で得られるものではありません。皆さんがお持ちの400年遅れの招待状はきっと何かの不思議な縁です。そして皆さんがラフに来られたことも。そんなあなた方に我々も礼儀を書くわけにはいきません。上層部に掛け合って招待されたベロブルグの代表選手として滞在できるよう手配しますので、ご安心ください。ですがルカさんには予選から始めていただき、最後の演舞台まで一歩ずつ勝ち進んでいただくことになります。よろしいですか？ああ、もちろんだ。感謝するよ。礼には及びませんよ。演舞天霊は本来武徳を示し、武術によって友情を深めるためのものです。異星から友人がいらしたのですから、滞在の心配をさせるわけにはいきません。ありがとな、ユウキさん。このチャンス俺大切にするよ。こうしてユウキさんの行為で水師未だ勝たざるに、見まず死すみたいにならずに、演舞天霊の出場選手として正式に登録されることになったんだ。さっきのは学んだばっかの先週のことわざなんだが。ルカ選手、やっぱりあ
あなたは番組にうってつけの人材です。あなたの試合の様子を追って報道することに決めました。全部が最初の時みたいに順調だったらよかったんだがな。数日で試合に出てるんだったらこんなに焦ったりしてないって。実は出場登録をしてから何日も経ってるんだが、まだ一試合も出てないんだ。それがついに今日が俺にとって初めての試合の日で。だが今は試合どころか普段の生活ですら難しく感じてんだ。もうすでに自分の身の回りのことすらうまくできてねえ気がする。なんでみんなシールドを受け取らないんだ。宝石のペンダントをかざすだけでお金を払えるのか。どうしてみんな年齢がわからない見た目をしてんだ。尖った耳の小さな女の子に道を聞こうとしてお嬢ちゃんって声をかけたらもう340歳を超えてるって怒られたんだよ。おかげで今はもう人に話しかける気にもならねえ。そうそう、それと食事だ。先週の料理はどうも口に合わねえ。昨日の夕食は牛もつ乱切りのラー油和えってやつだったんだが、今日はずっとトイレでケツから火を吹いている状態だ。わかりますよ、ルカ選手。私も先週の食べ物はちょっと。カメリさんもなのか。いえ、そういうことではありません。私はオムニックですから。申し訳ありません、続けてください。とにかく自分がこんなに無能だって感じたのは初めてだ。道を聞くことすらままならねえんだからな。慰めてくれてありがとな。実際心の準備はできてたんだ。外の世界を初めて見るからカルチャーショックは避けられないだろうなって。ただその落差が俺の想像をはるかに超えてきたから動揺してたんだ。そういえばルカ選手、ベロブルグの仲間たちはどちらに？リンクスは考古学の研究をしに行ったよ。あの宝石のペンダントを通じてイゴールがヤリーロ6に戻ってくる前の出来事を知りたいって言ってたな。で、スバローグはフックを連れてどっかへ遊びに行っちまった。あいつは本当にガキの扱いがうまいぜ。動揺してんのかな。もうすぐ最初の試合が始まるってのに今までにないほど調子が悪いんだ。確か運気軍の兵士が数人だな。あ、つまりここで言うシルバーメインのことで。って俺が説明する必要はないか。お前の方が分かってるよな。何も知らないのは俺だけだ。ほらルカ選手、試合が始まる前に対戦相手を見に行きませんか。ここで座って考えてるだけでは不安が募る一方ですよ。そうだな、二人とも話し相手になってくれてありがとな。おかげで気分が晴れた。よし、じゃあ初戦の対戦相手の顔を拝みに行くか。ルカ選手に元気が戻りました。完全復活ですね。イエーイ。見ろ、あの人たちが初戦の対戦相手だ。あれはあんた、私たちの試合を見に来てくれたの？
こちらは次の対戦相手であるルカ選手よ。はじめまして。俺はベロブルグから来たルカってんだ。これからリング上で戦うことになるが、この機会に武術を通じて交流を深めたいとも思ってる。ベロブルグ？あ、ケイちゃんから聞いたことがある気がするけど、よく覚えてないや。どんな場所なんだっけ？ああ、想像できないよ。選手妖精だと人工的な雪景色さえ見る機会なんてないから。知らないのも無理ないぜ。でも大丈夫だ。俺がこれから銀河中にベロブルグの名前を知らしめてやるからな。じゃあ刮目して相対すべしってやつだね。あの師匠がそんな難しい言い回しを使うなんて。私はルカ選手を密着取材している記者です。お気になさらず話を続けてください。ただ番組の素材になりそうなものを撮影しているだけですから。あんたもルカと一緒に試合に出るの？まさか彼はあんたが鍛え上げた戦士なの？あの鋼鉄性能では見るからに威力がありそう。一発でも食らったら危ないわね。俺たちは子供のままごととは違う。運気軍の戦術は息の合った連携、そして寄ってたかって相手を小突き回す。それを陣形戦術っていうの。俺の戦術はごめん、演武天霊のリングに上がるのは初めてだし、チームも俺一人だ。だからどう戦えばいいかわからねえ。どうやらちょっとばかり背中を押してあげた方がいいみたいね。じゃあこうしようよ。あと韓国で試合が始まるでしょ。その前に私が演武台で実践的な戦術指導をしてあげるよ。ちょっと眠りのりっちゃん、それはやりすぎじゃない？戦術指導の監督として呼んだのはこっちなのに、どうして相手側に立っちゃうの？それはね、違法の友人が困ってるからだよ。私たち運気軍は普段の巡回でも彼らを見かけたら親身になって助けてあげようって思うでしょ。とにかく負けたらあんたのせいだからな。もうガタガタ言わないの。早く準備して。それじゃあそっちの親切なお姉さんに感謝して、俺らはとりあえず控室に戻るぜ。また後で演舞台で会いましょう。まさか最初の対戦相手が俺のコーチになって戦術の指導をしてくれるなんてな。未だに先週人の優しさが信じられないよ。ああ、本当にいい人だな。これがルカ選手の初陣、きっと大勝利を収めてくれるでしょう。ルカ、大丈夫だ。お前はベロブルグのボクシングチャンピオンなんだぞ。運気軍、シルバーメインみたいなもんだろ。シルバーメインにはジェパードさん以外に怖いやつなんていない。ルカ、お前が一番だ。負けるはずがない。頑張れ。ルカ、試合の準備はできた？
大体できたと言ってもいいかもしれねえな。多分。ルカ選手、もっと自信を持ってくださいよ。皆さんの世界に昼夜の違いがあろうとなかろうと、おはよう、こんにちは、こんばんは。私は皆さんの友、ミスターフクロウ。演武天礼の予選会場へようこそ。今回試合に出場するのはラフ運気軍のケイちゃん応援会。そして対するはベロブルグ代表の鉄腕のルカ。果たしてどちらが勝利を手にするのか、期待しながら見守ろう。さあルカ、私の仲間たちが運気軍の凄さを思い知らせてあげるよ。うん、私は出ないよ、怪我するのは嫌だからね。やっぱり監督の方が気楽だよ。もちろん一番楽なのは観客だけどね。今頃ケイちゃんは観客席で高みの見物をしてるよ。私たちは必死に戦っているのに本当にひどいよね。ねえキタ、今観客席のどこかでケイちゃんが私たちを見てるって。みんな、彼女の期待を裏切るわけにはいかないわよ。おう、ケイちゃんのために必ず勝つぞ。俺だって負けたら大切な人たちをがっかりさせちまう。こっちも全力を出さないとな。ケイちゃん応援会が勝てばベロブルグの友人たちが失望し、ルカ選手が勝てばケイちゃんが失望してしまう。どちらにしても世界のどこかでは必ず失望する人がいるのだ。この残酷な勝負の世界にようこそ。ケイちゃんのために陣形を組め。先に教えといてあげるね。演武天礼の演武台だと観客の雰囲気がすごく重要なの。華麗な技を披露して観客に声援を送ってもらうんだよ。まだ優勢ではありません。やっみくんだ。さあ、あたしたちの出番だよ。ルカ選手はうまく反撃ができないよ。お昼食の時間よ、おやすみ。敵ターゲットを確認。おやすみ。優勢です。おやつ捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。
物が出てきたんだ。幻覚でも見てんのか。私はあんたたちと戦えばいいの？もう何言ってんの？違うに決まってるでしょ。こっちに来て教えてあげる。十分。勝者は鉄腕のルカ。初出場のルカ選手が初戦から勝利を手にしたのには驚きを隠せない。この道をどこまで進むことができるのだろうか。期待しながら見守ろう。なんか変な感じがする。俺は一体どうしちまったんだ。少しおかしいみたいなんだ。さっき運気軍の人たちが牙を剥いた怪物のように見えたんだ。ちょっと、戦士としての誇りはないの？勝った相手のことをそんな風に言うなんてどういうこと？ごめん、そんなつもりじゃなかったんだ。なんか自分の目に見えているものが全部幻みたいに思えてさ。
緊張しすぎたせいじゃないかな。私も子供の頃、試験前日の晩は緊張して教科書の文字が怪物みたいに見えたからね。それは明らかに状況が違うだろ。緊張が原因ということでしたら、グッドドリームソーダを飲んでみるのはどうでしょう。泉州で販売されてるスラードでして、安眠効果もあるんですよ。生はグッドリームソーダ、口の中は甘く、心の中は美しく。インターン期間中にスラーダの広告関係の業務を担当していたのですが、おそらくその時聞きすぎて体育に染みついてしまったのでしょう。だいぶ良くなった。さっきは変なことを言って悪かったぜ。でも運気軍の人たちの実力が並大抵じゃないって思ったのは本当だ。過度な謙遜はかえって嘘くさく聞こえるよ兄弟。私たちは凡庸な兵士に過ぎないよ。いや、格闘技術だけなら俺の故郷の精鋭部隊でも互角にやり合えるレベルだぜ。そんなに褒めてくれるってことは、もしかして俺たちって本当にすごいのか。気分の人たち、あんなに手強かったのに、それでもラフでは普通の兵士なのか。ヤリーロ6が異性との交流から長いこと離れてたせいで、みんなが当たり前だと思っていることを俺は何一つ知らないんだな。それに戦うための能力はともかく、認識の差ってのは短時間で埋められるもんじゃない。そこにどんだけ差があろうと、俺は拳を振るって戦いに勝たないといけねえ。今この瞬間にもブローニャ様、オレグ師匠、それからゼーレ、残ってる人たちが頑張ってベロブルグを支え続けてくれてんだ。ジェパードさんだってあんなに俺のことを信じてくれて、ベロブルグの代表として出場するチャンスをくれた。俺はみんなを裏切るわけにはいかない。絶対に勝利を持って帰んだ。だから頼む、正式にお前にコーチになってもらいたい。どうしてって、それはお前が強いからだ。他にもすげえ奴らと顔見知りだしさ。さっきお前がコーチになってくれた試合、本当に助かったんだぜ。俺は世界との差を埋めたいんだ。相棒、力を貸してくんねえか。ありがとなコーチ、全力を尽くして真剣にトレーニングに励むぜ。熱い友情、そんなのを見せられたら、私のレンズにオイルが入って画面がぼやけてしまいます。ルカ選手、私も全力でサポートしますよ。あなた方は最も素晴らしいコーチと格闘家になれると思います。そして私は正社員として認められるような番組を絶対に作ってみせます。なんかカメリさんの夢を聞いてたらかわいそうになってきたな。私のことはいいですから、まずは試合のルールを説明しますよ。